セミの声。ここは屋上？なんでここに？今日は何日？今はあれから丸一日。どうなったんだろう。あやなさん、久しぶり。久しぶりってそうなの？何が？だってさ、一応は最後の日から一日しか経ってないじゃん。そう。あのさ、何？マミやトモサネはどうなったのかな？なぜそんなこと聞くの？そりゃ気になるでしょ。だいたい私は彼が作り出した人格なんだから。なら生きてるんじゃない？何それ？仮定1、もしあなたが間宮トモサネが作り出した人格の一つなら、あなたが存在することこそ間宮トモサネの肉体が存在する理由。でもおかしいでしょ。何が？だってさ、あれだけの傷を負ってたんだよ。一日でこんな場所に来てるわけないじゃん。そう。私が出てくるとしても病院のベッドとかだし。なら仮定2、あなたの存在が解離性同一障害によって引き起こされたものでない。あなたの存在は、まさに過去実在した人物、水上由紀の魂である。その魂が間宮ともさねに宿ったとしたならば、あなたがここにいる理由とはすなわち、間宮ともさねの死を意味する。そんな。さらに仮定3、もし、これがあなたが見ている夢であるならば、目の前にいる私は夢の産物。その過程も十分に説得力を持つ。さて、そのどれが現状説明として水上由紀さんはお気に入り？お気に入りとかそういう問題じゃないと思うけど。過程4、あなたは私が見ている幻覚、私が作り出した幻、つまりあなたは存在していない。じゃあ今こうやって考えてる私って何になるのよ？考えてる私は存在してるじゃん。私の脳活動、その一部が多人格として認識しているに過ぎない。つまりは、あなたが考えてることは、あなたの存在証明にはならない。今存在している水上由紀は、私が作り上げた別人格であるという可能性は、全く否定できない。それは、一つの肉体に三つの人格を作り上げたあなたが、一番理解していること。自分が思考していること、それが自己の存在証明などにならない。あのさ、私は知りたいの。何を？だから、あの後どうなったか？
それを望むなら確かめればいい。屋上のドアを開けて外の世界に飛び出せばいい。ただそれだけ。外に出ればか。うん、それもそれとして手だけど、聞いていいかな。何を？今日は何日？2012年7月20日。明日から夏休みってこと？そう、明日から夏休み。どうしたの？彩菜さんの家庭ってそれで終わり？家庭まだ欲しい？説明ならいくらでもつけられる。この世界に注釈を。それは人が望んだ数だけ増やすことが可能。それがお望みであるならばいくらでも。拓司君が言ってた対の空って何？あれってさ、琴美さんの予言にも白蓮華教会の予言にもない言葉だよね。対の空、そのまま終わりの空。あの名前って誰がいつつけたんだろう？記憶。記憶？幽霊部屋、対の空。覚えてる。覚えてるとか、そんなの記憶違いでしょ。そうなの？だってあれ おかしいでしょ。何が？だってさ、あれって私が高島さんの自殺に巻き込まれた時に見た夢でしょ。だったらおかしいじゃん。何がおかしいの？だってさ、もしあの時高島さんの自殺に巻き込まれてたら、時間軸がめちゃくちゃだよ。その後また私は高島さんの自殺を経験するんだから。家庭後、未だにあの夢から覚めていない。あの夢？高島ザクロの自殺に巻き込まれた水上ゆき。彼女が見た夢の続きが今この瞬間。夢？これが？いや、どう考えても夢っていうには。そうなら、家庭6、幽霊部屋、対の空の記憶は誤った記憶。度重なる人格の入れ替えによって起きた記憶混乱が見せた夢。飛び降りる高島ザクロが水上ゆきに激突した事実はない。単なる記憶の混乱。ならなんで拓司君とか夢の中で出てきた対の空なんて言葉使ってたのよ。脳を共有する者同士、それは不思議でも何でもない。だとして、最後に見た風景、あの空の存在が気になる？繰り返される世界、ある地点から確認していい？何を？あなたは水上ゆきさんでよいの？何を今さら。だってそういう風に呼んでたじゃん。ゆきさん、水上ゆきさんって誰？え？ゆきさんは過去に実在した人物。
マミヤ・ハサキを助けることによって死亡。その後、マミヤ・トモサネの肉体に発生した人格としても実在する。ならば、今あるユキさんは誰？死んだユキさん、それともマミヤ・トモサネが作り出した人格としてのユキさん？そんなこと言われてもわからない。わからないから私に尋ねている。最後の注釈、ユキさんに質問です。この世界にはいくつのユキさんが存在しますか？え？一人は沢井村で生まれ沢井村で死んだ水上ユキさん、もう一人は間宮トモサネが作り出した人格としての水上ユキさん、そして私と話している今この場に存在する水上ユキさん。さて問題です。あなたは何人目の水上ユキさん？そんなの知らないよ。っていうか私は私だ。そんな何人もいない。沢井村で死んだユキさんも、トモサネ君の中のユキさんも、今いるユキさんも同じだったら、他に存在するかもしれないユキさんは？他に存在するかもしれない私？そう、他の人格で発生したユキさん、それもまたユキさん。そんなの知らない。というか私がそんなに存在してたまるか。でも事実として一人ではない。高島ザクロさんの自殺に巻き込まれたユキさん、沢井村で死んだユキさん、トモサネ君が生み出したユキさん、そしてここにいるユキさん。そんなの知らない。私は私だ。幽霊部屋、ついの空で見た風景、それはいつの風景？風景？最後に付け加えられる注釈、過程7、すべての存在は一つの魂によって作り出された。なんだよそれ。たくさん存在したユキさん、そのすべてがユキさんならば、世界に必要な魂の数なんて多くなくていい。一つの魂がすべての視点を持てばいい。それ意味わからない。それって高島ザクロも、間宮トモサネも、間宮タクジも、間宮ハサキも、若月鏡も、司も、一つの魂が見た風景。それおかしいだろ。時間がかぶってるし。それを言ったら、高島ザクロさんの自殺に巻き込まれたユキさんと、巻き込まれなかったユキさんは同時間に存在していることになる。偏在転生。偏在転生？たった一つの魂の無限の輪廻転生。時間、空間を超越した無限の輪廻転生。もしそれが可能なら、世界に魂なんていくつもいらない。世界はたった一つの魂の輪廻によって作り上げられた世界。逆に生物の数だけ魂がある方が不自然。生物はその時々で数が違う。
数の上下が起こるたびに世界に魂は溢れたり不足したりしてしまう。だったら魂の数は一つこそ輪廻にはふさわしい。たった一つの魂が全ての生命に宿れば問題ない。そんなバカバカしい。そう、この説明こそ世界の謎を多く解き明かすとも言える。例えばどんな？なぜ人は他人を理解できるのか。それぞれが違う存在、それぞれが違う視点、それぞれが違う世界を持ちながら、なぜ人は他人を理解できるのか。説明することはできない。同じ赤色を見たとして、なぜそれが同じ赤に見えていると考えられるのか。友実くんが言った思考実験、上下左右反転するメガネの世界、ただそれが整合性が取れているという理由だけで、私は他人が私と同じ世界を感じていると理解する。でもその理解はどこから生まれるのか。私が感じる視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚はなぜ他人の感じるそれと同じであると言えるのか。例えば痛み、私はなぜ他の人の痛みを理解できるか。それは表情、振る舞い、その他発せられた言葉で理解する。というのは説明にならない。その場合に私が知る痛みと他人が感じている痛みは別物かもしれない。それは想像力。想像力、つまり私が感じている痛みをそのまま他人に置き換えて、私たちは他人の痛みを感じる。なら、まず私はこの腕が痛いとする。その痛さを今度は自分のつま先に移動させる。つま先の痛みをそれが接している地面に移動させる。ならば今この場で私は痛みを地面で感じている。そして地面からの痛みをイキさんの足に移す。私は自分の感じている痛みをそうやって他人に移動させて感じている。他人の痛みを想像する行為とはそのようなものでしかありえない。その痛みは地面にも服にも、何だったら本だって机だって、想像によって移動された痛みとはそのような意味でしかありえない。私は私が感じるものとしての痛みに基づいて、私が感じるのではないものとしての痛みを想像しなければならない。その議論、哲学者ヴィトゲンシュタインのものだよね。他人の痛みを感じるとは、想像力で自分の痛みを移動させるような行為ではない。ユキさんは知ってるのにとぼける。なぜ自分と他人とで痛みは同じ意味を持つのか。なるほど、それは全ては私であるからと言いたいわけか。そう、それが仮定7。全ては私、醜いあの子も綺麗なあの子も、いじめられているあの惨めな少年も、いじめている少年も、惨めなあれも汚いあれも美しいあれも誇らしいあれも、すべてが私。
世界は私だけでできている。だから私はあなたを理解する。あなたの痛みを理解する。あなたの悲しみを理解する。あなたの喜びを理解する。世界は無数の私があるだけ。グロテスクな推論だね。でも、家庭7なら全てに説明はつく。あなたが感じた、この不可解な世界すべてに。説明がつくなら何だってそうだよ。いくらでも説明なんてつけられる。神様が5分前に世界を作った。火星人が来て、全人類の記憶をおかしくさせた。どんなバカバカしい説明だってできてしまう。でも、それらは、語り得ないもの。それで家庭7だとしたらどういうことなの？それって世界最初の生物が発生した瞬間、この世界に魂が宿った瞬間から始まっているの？それともどこか特殊な時間的な位置、何かそういった地点から発生しているのかしら？それだってどの地点からだって言える。例えば高島ザクロさんが自殺した瞬間から始まった魂の偏在転生。同じ世界を何度も違う私としてのやり直し。彼女は違った未来を模索したってか。あるいはあの夏の日、沢井村でのユキさんが死んだ瞬間から始まった魂の偏在転生。あるいはユキさんがもう覚えてない謎の地点。例えば対の空が現れたある地点から続く魂の偏在転生。対の空が現れた？何それ？そんな地点があるの？あくまでも仮定、そう想像することもできる。ある地点、世界の終わりと言われた日、そこで世界が終わっていたにもかかわらず、魂は延々とその世界をループさせ、あたかも存在するかのように振る舞った。どんな仮定だか。あくまでも注釈、増やしてみた説明の一種。それをユキさんが気に入るかどうかは知らない。私が気に入るか。音なし彩乃さん。はい。たく探したよ。たくどうしたのよ、一人でこんな場所で。終業式始まっちゃうよ。始まる。そうだよ、
始まっちゃうよ。どうしたの？終わったばかりなのに、もう始まりなんて。え？いいえ、行きましょう。その始まりの地点へ。